ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのしおりです。皆さんは世界的企業トヨタがまたまた世界の一歩先を歩み出したことをご存知ですか？なんとタイトルにもある通り、トヨタが世界初のファイバー電池の開発に成功したのです。と言われても、ファイバー電池って何？それを開発したからどうなるの？それってすごいの？と頭の中にはクエスチョンマークばかり浮かびますよね。簡単に言えば、みんなが欲しくて欲しくてたまらない技術がこの次世代電池に詰まっているのです。電気自動車が普及する今、とある問題に世界が頭を抱えています。そしてそんな世界が抱える難題を解決する力を持っているのが、このファイバー電池なのです。それだけでも十分魅力的な電池なのですが、驚くのはその姿。なんと、見た目は細い糸。細い糸が電池になるの？細い糸で車を動かせるの？そこに何が詰まっているの？と、さらに頭がパンクしそうですね。糸が難題を解決するとは、果たしてどういうことなのか。皆さんの頭に浮かんだクエスチョンマークを、これから説明していきますね。それでは早速行ってみましょう。トヨタ中央研究所は2022年11月9日、電池技術の学会第63回電池討論会にてファイバー電池を発表しました。ファイバー電池はこれまで二次元的であった電池の構造を三次元化するという画期的な提案です。1コマ20分の発表枠を連続3コマ使ったこの発表は、一気に参加者たちの注目を集めたのです。そもそもトヨタ中央研究所って何？という皆さんにご説明しましょう。トヨタ中央研究所は1960年にトヨタグループ9社の共同出資により、自動車関連技術の研究開発を目的として設立された研究所です。トヨタの創業者である豊田喜一郎は、実際技術と学術研究が表裏一体であることを常に念頭に置き、経営者でありながら研究に情熱を注いでいたと言われています。学術研究とは、新しい法則や原理の発見、分析や方法論を確立し、応用法の体系化や開拓を行うことです。産業報告をうたうトヨタにとって、裏打ちとなる学術研究は非常に重要なもの。その重要な研究を行っているのがトヨタ中央研究所なのです。そしてこの研究所、実は自動車関連の研究だけをしているわけではありません。エレクトロニクス、情報通信、機能性材料、バイオテクノロジーや環境技術など、幅広い分野での研究を行っています。またサステナブルな社会の実現に役立つべく、省資源、省エネルギー、環境保全、安全性の向上など、その研究は多岐にわたります。世界中からすごいねと言われる発明や発見をどんどん生み出している素晴らしい会社なのです。そんなトヨタ中央研究所が発表したファイバー電池、ここから皆さんの頭に浮かんだクエスチョンマークを回収していきたいと思います。さて、このファイバー電池って一体どんな電池なのでしょうか？見た目は細い糸だと言いましたが、実際にどんな細さなのかというと、なんと直径が最大 0.3mm、300nm。細い糸と区別がつきません。普段私たちが目にしている電池とは見た目がかなり違います。このような細い糸の中でちゃんと電池としての構造が成り立っているってすごいですよね。その構造を少しご説明しますね。ファイバー電池は光ファイバーのような構造を持っており、糸の中は3層に分かれています。中心に負極となる炭素繊維の撚り線、その外側に隔壁セパレーター層、そして正極層で成り立ちます。製造も一般の糸の加工と同じです。糸巻きに巻いた撚り線を引き出し、セパレーター層、そして正極層を塗工します。
まるでバームクーヘンのような工程なのです。なんだか急に可愛らしく思えてきました。さらにそれらを乾燥させて再び糸巻きに巻き取ります。これが電池の工程なの？と思ってしまいますが、画期的で面白いですよね。しかしこの糸状のままでは容量が少ないので、車のバッテリーとして実用化するのは難しいところ。ではなぜトヨタ中央研究所はファイバー電池を開発したのでしょうか。それは従来のリチウムイオン電池のような二次元的な電池ではいつか限界を迎えてしまうと考えられていたからです。従来の電池は電池容量と出力密度の両立が難しいとされています。容量を増やせば出力が落ち、出力を上げれば容量が減り、なんともシーソーゲームのような状態です。詳しく説明すると、これまでの電池の容量は電極材料の厚みに依存していました。厚みを増やせば容量は増やせますが、厚みを増やすと今度は電極中を移動する電子などの移動抵抗が大きくなります。そうすると大きな電流を流すことは難しいです。無理に高い電圧を流そうとしても発熱が大きくなるばかり、さらに電極中の活物質をうまく使い切れず電池容量が大幅に低下してしまうこともあるのです。これを繰り返すと電池寿命に大きく影響します。逆に正極と負極を薄くする電池の設計もあり、こちらでは大きな電流を流すことが可能になります。しかし今度は容量自体が減ってしまうので、大きな出力を長時間続けるのは難しくなるのです。こうなってくると何をどうしたらいいのかわからなくなってきそうですね。どっちも栄養なんて無理なんだと絶望してしまいそうです。こういったわけで電池容量と出力密度の両立は難題とされてきたのです。かつてこの問題を打破しようとしていたのがテスラです。まだテスラモーターズという企業名だった初期の頃の話です。パナソニック製のバッテリーセルを並べて電池の容量と出力を増やしていたのです。しかしそれでは結局のところ根本的な解決にはなりませんでした。テスラでさえこの問題を解決することはできなかったのです。それをなんと解決しようとしているのがファイバー電池。実際にファイバー電池を棒状にして枠に入れ、電池モジュールにして実験を行いました。この枠の形状は六角形です。どうやら四角形ではなく六角形である必要があるようで、四角形だと空間効率がいまいちなのだとか。六角形であればファイバー電池の丸い形にフィットするので、こちらが採用されました。少しでも性能を上げるための努力がうかがえますね。ちなみに電気モジュールとは一つのパッケージに電池をまとめたものです。なんとこの実験で体積エネルギーが 1075Wh/L を記録しました。と言われてもなんだかピンときませんよね。従来のリチウムイオン電池と比べてみましょう。リチウムイオン電池は体積エネルギーが 800Wh/L 前後と言われています。つまりファイバー電池の方が優れているのです。この実験によりファイバー電池は電池容量と出力密度の両立を可能にすると証明されたのです。そんなに細い電池で大丈夫？と思っていましたが、それをまとめることで従来では不可能だった性能を引き出すことができるのですね。二頭を追うものは一頭も得ずということわざがありますが、世界のトヨタは両方を手に入れることに成功しました。さすがと言わざるを得ません。ちなみに安全性においてもファイバー電池の方が優れています。リチウムイオン電池には可燃性の材料が使用されているので危険です。一方ファイバー電池には異常発熱や発火を防ぐための装置が組み込まれているので安心。またリチウムイオン電池はバッテリーの劣化も早く、これは電気自動車の永遠の課題だとされています。しかしその問題までもファイバー電池なら解決できるのではと期待されているそうです。まさに革命的な電池であることは
いうまでもありません。そんなファイバー電池、実はまだ車に搭載できるところまではたどり着いていません。ではなぜこんなにもすでに注目を浴びているのでしょうか。それは電気自動車の普及がこれからますます活発になるからです。皆さんも電気自動車というキーワードをよく耳にするようになったと思いませんか。これからの時代は環境に配慮した車がメインとなるように進んでいくことでしょう。アメリカでは2030年までに新車販売の半分を電気自動車などにする目標が掲げられています。ヨーロッパでも2035年までにエンジン搭載の新車販売を禁止する規制案が発表されているのです。脱ガソリン化が進む世の中で、純粋にガソリンで走る車はこれからどんどん減っていくでしょうね。電気自動車や水素をエネルギーとする車が主流になる日もそう遠い話ではありません。そうなると車に搭載されるバッテリーが重要視されることになります。こんなにも有能なファイバー電池、車への実用化もすぐに現実のものとなるかもしれません。繰り返しとなりますが、電池容量と出力密度の両立は世界中にとっての難題でした。それをトヨタは解決して車のバッテリーに活用しようとしているのですから、それはそれはテスラなどの EV メーカーは戦慄しているはずです。ここでトヨタに負けていては、将来の電気自動車の販売シェアが大きく変わります。現在世界の電気自動車の販売ランキングはテスラが1位です。世界の新車販売ランキングではトヨタが1位ですが、電気自動車の販売台数は決して目立つ存在ではありません。そうです。電気自動車界ではそんなに目立たないところにいるトヨタに、当然テスラは負けたくないわけです。プライドがありますからね。テスラなどの電気自動車メーカーだけでなく、ファイバー電池が世界から注目を浴びる理由は他にもあります。まずは全固体電池市場。2022年11月、富士経済の調査によると、2022年の世界の全固体電池市場はおよそ60億円。それが2040年には3兆8605億円規模になると予測されています。ここまで市場が大きくなると予測される中で、ファイバー電池の技術が全固体電池に使用されるとどうなるでしょうか。間違いなくトヨタの影響力はますます大きくなることでしょう。次に車載電池市場。2023年1月4日、韓国の調査会社が2022年1月から11月の世界の電気自動車向け車載電池市場に関するデータを発表しています。そこでは中国の企業が1位2位に入り、両社の世界シェアは合計で 50.7% に上りました。3位は韓国です。トヨタはまだファイバー電池を車へ搭載するところまではたどり着いていませんが、もし可能になったらと想像する中国と韓国は、実用化されることをかなり恐れているでしょうね。ファイバー電池はそれほど世界に影響力のある開発なのです。トヨタは電気自動車への移行に出遅れたと言われることもあります。でも海外からは期待の声が聞こえてくるのです。トヨタが本気になったら誰もかなわないぞ。トヨタの反撃はここから始まるはず。自分はもしトヨタが航続距離の長い EV を発売したら速攻で購入するよ。彼らが生産する車の信頼性は間違いないからね。日本人というのは一度様子を見てから戦略を練って勝負に出てくるから、様子を伺いながら大幅に改善したものを出してくるはず。国内だけでなく海外からの人気も高いトヨタ。海外からこんな声が聞けるとなんだか嬉しくなりますね。ファイバー電池が開発された今、ますます期待の声が高まるのは間違いありません。ファイバー電池が私たちの身近なものになる日が待ち遠しいです。車だけでなく、すでに私たちの周りにはバッテリーを必要とする機器がたくさんあります。携帯やパソコンなどのバッテリーも
このファイバー電池を活用できれば、軽量化やバッテリーの長持ちにつながります。あれ、もう充電がなくなりそうと焦ることもなくなるのかな、なんて想像しちゃいます。バイクや自転車もどんどん電動化している今、バッテリー性能の進化は未来が豊かになることにつながります。特に機体が小さいのにパワーを必要とするドローンにも活用できそうですね。やはりトヨタのファイバー電池は世界をリードする画期的な発明なのだと改めて実感します。こうやって未来のことを考えるとワクワクしてきませんか？すでに世界のトップを走っているトヨタですが、今後ファイバー電池でさらに他のメーカーと差をつけ独走体制に入るかも。世界から一目置かれているトヨタって本当にかっこいいですよね。海外ですでに人気のトヨタの車ですが、まだまだ人気が出そうです。世界に誇れる技術を持つトヨタは日本人にとって自慢の企業です。きっと私たちの想像を超える発表がまだまだ控えているでしょう。これからのトヨタの活躍がますます楽しみになってきました。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。